チャオ、日高よしみです。今回はトマト、トマトを使ったスパゲッティ、皆さん大好きですよね。そしてあとトマトソースのパスタもなんかいろいろあるんですけども、今日はこの、フルーツトマトと、手に入りやすいトマトジュース、こういうものを使って一風変わったトマトジュースの、スパゲッティを作っていこうかと思います。材料はですね、このフルーツトマトとトマトジュース、これは大体どこでも手に入るものですけども、いろんな農家さんが瓶に入れて作ってますよね。お気に入りのトマトジュースがあればなおいいです。そして、パスタがですね、今回の実はこのフェデリーニ、ちょっと細めのスパゲッティですね。スパゲッティよりももう少し細め、よくお家ではこれ冷たいパスタに使ったりするんですけども、これかもしくはスパゲッティに若干細めのスパゲッティの方がいいかと思います。そしてトマトといえばバジリコと、オリーブオイル、オリーブオイルこれですね。そしてチーズ、今回はちょっとペコリーノチーズを使おうと思います。羊のチーズですね、ペコリーノロマーノ、ローマ風のペコリーノチーズを今日はご用意しています。他にリコッタチーズ、そしてあとパルメザンチーズ、モッツァレラチーズ、こういうチーズ全部相性がいいです。要はトマトとバジリコとパスタとチーズの組み合わせになります。いや本当にね、今日の簡単なんですけども、ポイントがあります。ぜひ見てください。フルーツトマトなんですけども、皮が美味しいんですけどね、でもちょっと食感から考えたらちょっと湯むきをしましょう。で、湯むき、田中さん、はい、はい、以前はうちの浜田が湯むきの仕方を、学校で習ったようにやったんですけど、田中さんちょっと湯むきの仕方を説明してやってください。はい、多分一般的なやり方だと思うんですけど、ね、はい、ヘタを取ってもらって、で裏にちょっと切り込み入れます。で切り込み入れすぎると身に水分が入っちゃうので、皮だけ薄く切ってもらうようにやります。剥きやすいってことだね。そうですね、剥きやすい、じゃあ切れたらお湯に、沸いてるお湯に入れます。どれぐらい目安に入れる の、 トマトによって違うと思うんだけども、はい、ちょっと皮の厚さがトマトによって違うので、ちょっとひびが入ってくるので、切った場所からそれが目安になります。はい、 OK、はい、そして一気に冷ますと、手の皮が剥けるような感じで剥けちゃうと、はいはい、じゃあこれごめん、湯むきし、皮剥いといてください。はい、それと同時にフェデリーニ、大体ですね、フェデリーニで4分ぐらいで温かい場合、冷たい場合7分ぐらいうちボイルして、冷たいパスタの場合は流水にさらしたりするんですけども、温かい場合がこれ4分ぐらいでちょうどいいです。でそれよりもちょっとアルデンテ1分ぐらい早めに揚げます。スパゲティでも 1,2 分早めに揚げて、ちょっと硬い麺を食べてみようかなと思います。じゃあちょっと湯むきしてくれたんで、じゃあ田中さん貸してください、はい、お願いします。で皮も何度も説明してますけど、ラップでくるんでですね、冷凍庫に入れておいてですね、ブイヨン取ったりするときによく使います。これロピアさんの動画でそれ言ったら結構ね、それをそのあれを見て、コメントくださる方がお店に来て多いんで、じゃあ取っておいてください、はい。じゃあトマトを切っていきます。トマトの種ですけども、結構気になる人はもう種取った方がいいとは思います。ただもう、家で作るときは結構種が美味しいんで、こういうふうに種付きでいきましょうか。ちょっと大きめに切ります。こんな感じですね。はい、こういう感じでカットしていきます。ちょっと2人だと多いかもわかんない、そこら辺の量はちょっと調整していきましょう。で、パスタを茹でてください、はい、3分でいきましょうか。はい、じゃあソースの方なんですけども、今日はオリーブオイルもニンニクも使わないで、まさにトマトでいこうと思います。トマトジュースを入れまして、火をつけます。これ一応無塩のトマトを使っ、トマトジュースを使ってます。無塩だったら塩加減、塩を入れるなり調整してください。有塩のトマトだったら大体ちょうどいいかと思います。お塩を入れて火にかけて、
トマトジュースをこうゆすりながら温めていきます。まあもうこれ自体がもう完成品ですからね。はい、ちょっと温まってきたらトマトちょっと多いかなと思うぐらい入れちゃいましょう。でトマトも軽く温めます。麺をちょっと見せて。はい、はい、これ自体ねまだね熱まだ硬いですね。うん、いいよ。で結構硬いんですけども、ここでさっと煮ます。で、ソースはね煮詰めない、もうさっとあえて温まったら OK。 ちょっと塩味を調整します。まだアルデンテで硬いです。これでも出来上がり。でお皿に盛りましょう。はい、味付けはほんと塩ちょっと入れただけですね。で、パスタの麺はかなり固め、固めでもね水分が多いんですぐちょうどいいぐらいになります。そして上からトマト、もう本当温めたトマト、フルーツトマトですね。ジュースは多めです。そしてここに、今回はペコリーノチーズを入れますけども、パルメザンチーズ、モッツァレラ、リコッタ、こういうものが全てあります。そしてあと、バジリコですね。バジリコの葉っぱを上に乗っけてオリーブオイル、これでフレッシュトマト、トマトジュースのパスタの完成です。じゃあこの、出来たてをですねニーナと川島にちょっと食べてもらおうかなと思います。いただきます。いただきます。チーズの香りがすごい引き立ちますね。固めの方がいいでしょ。はい、そうです ね、 そうね。あとトマト食べてみてよ。はい、フルーツトマトが温まったトマト、甘さもありつつちょっと酸味も、そうそう、はい、甘さが出てくるんですよ。そこにね、はい、ニーナはリコッタ、川島がパルミジャーノ、まあ、チーズとトマトの相性ですね。先ほどのチーズと違ってリコッタチーズになるとすごい味がまろやかになるというか、パルミジャーノは、うん、パルミジャーノがあるとちょっともったりとしてまとまった感じはありますね、うん、あるね。はい、メイさんのモッツァレラ、これも、トマトとの相性抜群なんで、これは2人にちょっと食べてもらう。はい、ありがとうございます。引き立てるでしょ、うん、トマトの味を。相性すごいいいですね、うん、でさっきの逆いきますね。川島にリゴットチーズ、はい、取ってください。はい、あります。で、ニーナさんパルミジャーノ、まあ、こういう感じでそれぞれトマトとチーズと、相性がまあいい、まあ、どうでした。またチーズによって全然表情が違うし、トマトもね、うん、どれが一番好きだったか、せーので言ってくれる。あ、わかりました。せーの、パルミジャーノ。あ、パルミジャーノが一番いい。ペコリンじゃなかった。パルミジャーノか、私でもリコッタチーズでも美味しいなって思いました、うん、個人的には、うん、でモッツァレラも多分冷たいんじゃなくて最後に入れて温めたら大丈夫かもわかんない。ということでまたありがとう。ありがとうございます。まあ、今回は本当にパスタ茹でてる3分で、調理終わってしまうという、多分日高の YouTube 史上最短か最短に近い料理だったと思います。まあ、ポイントはですね、フルーツトマトを温める、トマトジュースを温める、まんま煮込まないでね、そのフレッシュ感を一緒に味わって、パスタは固めに茹で上げると、そういうパスタもたまにはいかがでしょうか。ぜひ試していただきたいなと思います。モッツァレラ入れるときは中で温めて少しとろっとしたらいいかと思います。ではまた次回、チャオ。